スパークス、バフェットクラブの金言。世界を豊かに、健やかに、そして幸せにする。著書、国富論の神の見えざる手で有名なアダム・スミス。彼は自由市場の擁護者のようです。アダム・スミスのもう一つの重要な著書に道徳感情論があります。自慢の作品です。人間が勝手なことをしても市場が調整するのではなく、参加する人間が共感を持ちつつ幸せを追求することが重要。我々それぞれが幸せを追求しよう。アダム・スミスの教え。資本主義の欠陥が指摘される現在、18世紀に参加者の行動分析の重要性を説いた彼の偉大さに注目しよう。神、市場に任せるのではなく、市場参加者の行動規範が重要。